はい、皆さんこんにちは。ネットビジネスアナリスト横田修林です。今日もですね、新型コロナウイルスに関連した話ということでお話ししていきたいと思います。今ですね、世の中でいろんな情報っていうのがですね、回ってますね。で、それの情報によってかなりですね、なんていうのかな、右往左往したりとか一喜一憂したりしてるっていうのが現時点じゃないかなと思うんですけど、で、改めてね、思ったことはやっぱりテレビの力が強いということですね。これだけね、もうテレビはオワコンだとかですね、これからはネットだ SNS だとかって言ってたけど、現時点で言えることはテレビの力がめちゃくちゃ大きいということですね。だから結局 SNS でいくら本当のことを発信したところで、ブログを書いたところで、 YouTube で書いたところで、やっぱり圧倒的に多くの人に情報を伝えているのはやっぱり今でもテレビだということが、今回明らかになってますよね。だからテレビを上手に利用して、出演してですね、自分の意見を言った人はやっぱり SNS を通してさらに拡散されているし、だけど SNS やネットの方で本当のことを言っていたとしても、そのことがテレビ局として不都合であってですね、その出演してもらえなければやっぱりですね、大きい力になっていないしということで、改めてね、この今ネットっていうものが完全にそのテレビの自分たちの情報を広めるための拡散装置になっているということが今回明らかになったんじゃないかなと思います。まあ、そういう意味でもやっぱり、テレビは強いということですね。だからやっぱりプレスリリースだったりとか、どうやってテレビに取り上げてもらうかっていうことをいいように考えてね、いかなきゃいけないと。まあ、この今のテレビの状態が僕は正しいと思いませんけど、ただ、世の中に自分の伝えたいことを伝えるためには、まあ、ちょっとコロナのことは置いといてですね、皆さんのビジネスにおいて考えた場合は、いかにテレビを上手に利用するかっていうことはやっぱりね、まだまだですね、侮れないということが今回も皆さんよく分かったんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、プレスリリース、どうやってメディアで取り上げてもらうかっていうことはもう一度ね、勉強した方がいいんじゃないかなと思います。ちなみにそういう教材も僕作ってますので、ぜひ教材の方でも勉強していただければなっていうふうに思っています。はい、ネットビジネスアナリスト横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。